はい、皆さんこんにちは。毎日折り紙です。本日はですね、うさぎの折り紙を折っていきたいと思います。かなりもう本格的なうさぎにそっくりな折り紙ですね。うさぎと干支として飾っていただいても、かなり可愛い折り紙になるんじゃないかなと思います。でちょっとね、大きめの折り紙で折った方がいいです。今回は18センチの折り紙を用意しております。はい、15センチでも折れるんですけど、ちょっとちっちゃくなりすぎちゃうので、できれば18センチから24センチとかちょっと大きめでもいいと思います。はい、はい、今回は18センチの折り紙を使っていきます。はい、まずは鶴を作る形で途中まで折っていきます。鶴の折り方ですね。ちょっとね、白を使うとちょっと見にくいんで、動画的にダメだったら別の色で折ります。はい、まず、最初はね、鶴の折り方です。開いて、三角に2回折ったら開いて潰します。で反対も同じように開いて、結構ね、鶴の折り方がベースになってる折り紙って結構多いんで、鶴の折り方だけはしっかりと覚えておいてください。な感じですね。そしたら三角に後をつけ、後をつけて、でもし鶴の折り方わからない人は概要欄に載せとくので、そっちから見てください。白見にくいね。大丈夫かな。はい、こんな感じですね。今ね、ウサギってね、ウサギイコール白じゃないからね。いいんですけどね。はい。で、反対も同じですね。はい、ここまでが鶴の折り方で一緒です。はい、ここまでは一緒です。はい、ここからがウサギの折り方になります。まずこの紙を1枚ずつ、こっちもずらしていきます。ずらすと、はい、この形です。この形ね。そしたら下の1枚を上に上げます。はい、上に上げるとこんな感じ。裏はこんな感じです。表こんな感じね。そしたらこれを裏返しにします。そうするとまあこんな感じね。見にくかったらごめんなさい。そしたらこの端っこを軽く後ろに折ります。
で、こっちも同じように、同じぐらいの長さで後ろに折ります。はい。すると、こんな感じですね。そしたら真ん中で山折りします。はい。真ん中で山折りするとこんな感じになります。で、次がね、結構めんどくさくて、ここの角から、ここのラインの半分ぐらい、だいたい、なんかで書いた方がいいかな。ここの角から、この大体こんな感じ、ここら辺。この大体です。はい、このラインでこの下は残した状態で、上だけ折ります。一旦ね、広げて折るといいです。で、沈めて、よいしょ、はい、こんな感じで、これがね、かぶせ折りって言いますね、かぶせ折り。そしたら今度、ここにもね、一個ラインがこうやってあるんですけど、ここで半分に折ります。反対側も同じ半分に折ります。そしたら今度ここの耳の部分、これが耳になるんですけど、これも大体、これ大体としか言えないんだよね。折ります。で、こっちも同じ角度で折ります。そしたら、ここを止めたいので、この角ですね、角。角だけをちょんと折ります。この角をこっち側もちょんと折ります。一応形は今はこんな感じ。ちょっと難しいんですけど、頑張ってください。はい。そしたら、同じくここから、ちょっとこっちを開ける感じ。このラインで、ここもかぶせ折りをします。これもね、かなりかぶさるので、はい、はい、今はここまで行きましたね。そしたらさらにここからここでかぶせ折りをします。あとはね、ウサギの顔の大きさとかになってくるので。こんな感じですね。もうちょっとこんなもんがいいかな。こんな感じ。そしたらここ四角くしなっちゃうとちょっとあれなので、これを内側に折り込みます。ね、ちょっとウサギっぽくなってきたでしょ。これが耳ね。こんな感じですね。そしたら鼻の部分、ちょっとだけ中に入れちゃいます。潰して。
上から押さえてちょっと潰してやるとこんな感じで中に入ります。で、今度下の部分は角にちょっと上げて、これね、ちょっとした歯の形ですね。はい。まあ、ちょっとウサギっぽくなってきましたね。はい。これで、顔と耳が完成です。はい。で、ここからが、結構、大変っていう形じゃないかな。まあ、この角、わかりますかね。ここから、一本、こう来てるんですけど、ここの角から、斜めにちょっと行きます。で、さらに今度はここで内側に折るんですけど、外側に折る、これで一旦ここで外側に折って、こんな感じで、で、さらにここからこれを内側にかぶせるようにして折ります。よいしょあるかな。で、今度はここのところがちょっとへこませてあげながら回してあげると、こういうカーブになります。ここ難しいんだよね。ここが一番難しいかな。ここだけできればあとはもうどうでもできます。そしたら今度は足の形を整えます。ここを中割り降りて一旦行き過ぎてね、ちょっと足をね出すような感じで、こんな感じ。これが足で、さらに、ここを今度は、尻尾まで作りたいんで、もう一回中割り降りて、出してあげると、ね、尻尾までできます。で、あとは、これを、ちょっと広げて、具体的にしてあげて、バランスがね、頭が結構重いんで、あれなんですけど、はい、こんな感じですね。はい。足、前足、と尻尾。尻尾はね、丸くしてあげてもいいかもしれないですね。ちょんでいいんですよ、尻尾は、うさぎは。最後に、うさぎの耳の方を整えてあげて、はい、うさぎの完成です。はい。ね、耳もしっかり大きくできるし、形もね、かわいい。なんで、ね、えとの折り紙としては一番形が綺麗な折り紙だと思います。ここの後ろの部分が一番難しいんで、そこだけなんとかすれば、あとは簡単に折れると思います。はい、ぜひちょっと折ってみてください。ちょっと大きめの折り紙で折った方がいいです。大きめの折り紙でね。はい、では、今回の動画はこちらで終わります。また次回も見てください。さよなら。